もう日清さんとも長い付き合いで、こうやって、支援をしてもらって、まあ、たくさんの、形でこうやってサポートを受けていることを本当に ありがたく思っています。今回 US オープンではひよこちゃんと一緒に、コートの中で戦ったので、また、大きな舞台に立って、いい結果を残せるのをまた頑張りたいと思うので、また、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。どうぞ。錦織選手からのプレゼントということで、素晴らしい。これは何でしょうかね。これウィンブルドンで着てた、真っ白の服なんですけど声が上がってますけれども、ウィンブルドンで着てらっしゃった、はい、そのものですか。そうですね、はい。素晴らしい。それにサイン、ね、宝物だね。ぜひちょっと恥ずかしいので使えないとは思いますけど、ね、恥ずかしい。職人錦織圭選手、全米オープン快挙おめでとうございます。そしてありがとうございます。日清麺職人、職人としては僕は圭にとっては師匠だと思います。ただテニスにおいて言うと、僕にとって圭は師匠です。11歳の頃からたくさんのことを僕学んできました。そしてこの全米オープン、もう本当に K からテニスを学びました。本当にありがとうございます。ただ思い出してください。辛い時期もありましたよね。1年間試合に出れない時もあった。周りは K は無理じゃないかって思った人もいるでしょう。その中で日清さんは K なら絶対できるって本気でずっとサポートしてくださった。今の K は、僕は日清さんのサポートが大きな力になっていると感じています。これからも日清さんと共に世界一を目指して頑張ってください。ちょっとうるっときそうだったのをなんとか我慢して修造さんともいろいろな思い出がありますし、まあ、辛い時期にこうやって日清さんにも助けられたっていう思い出もこうちょっと頭によぎったので、まあ、特に修造さんはもう11歳から修造チャレンジで、本当に僕のこう世界を目指すきっかけになったのも修造さんですし、いろいろな思いが今ちょっと駆け巡っています。いやすごい嬉しいですね。昔からこうやって食べてたカップヌードルの、表面が自分がこう入ってるっていうのはすごい嬉しいことですね。